にちは、インベスターズ TV 学生キャスターの増瀬幸乃です。前回は300年近く歴史のあるお店の方からお話を伺い、金沢が伝統あふれる街だということを知りました。今回はこちら金沢の台所、近江町市場へやってきました。でこれもバイガニなんだけど、ちっちゃいやつが煮て出てくるってよくあります。じゃいろんな調理法でよく食べられる。そうですね、バイガニだけど、まだね、ちょっと値段上がってきてるから、一般の人が逆に迷惑してるみたいな。今までから見ると、今まで500円で買ってたのが、今800円、900円になってる感じなんで。しかし、食べてばっかりだと沢上さんに怒られてしまうので、今回は別の切り口から取材をしていきたいと思います。今回は金沢で伝統工芸のビジネス化を支援しているところがあると聞き、こちらに来ました。金沢クラフトビジネス創造機構さんです。沢上さんから以前こちらのご担当者様と知り合いと伺ったんですが、2人とも来なくていいのかな。でも早くお話を伺いたいので、すいません、先に行ってきちゃいます。東京から参りました。インベスターズ TV で番組キャスターをさせていただいております増瀬幸乃です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは伊予さん、早速質問の方させていただいてもよろしいですか。はい、どうぞ。金沢クラフトビジネス創造機構さんについてどのようなことをしているか、まず教えていただいてもよろしいですか。はい、まあ、金沢市が、平成21年の6月に、ユネスコのクラフト創造都市というふうに認定されました。まあ、そのことによってクラフトのビジネス化を加速化させるために、まあ支援する一つの組織としてですね、まあ金沢市がこういう組織を開設したということになるんですけども、実は平成17年に金沢市の方で金沢ファッション創造都市宣言というのをしまして、まあこれはどういうことかというと、工芸、伝統工芸、まあ端的に言うと伝統工芸なんですけども、いわゆるファッションっていう中の一つの中に伝統工芸もあるでしょうというのは、金沢、まあ、北陸全域がそうなんですけども、金沢の基幹産業がもともと繊維が多かったんですね。でこれがまあ時代のとともにちょっと変わりまして、金沢市内で、まあ、繊維関係っていう企業さんは、まあ、他のところに移転されたこともあり、まあ、現在金沢の方で企業さんとして残っているのが伝統工芸に携わる人が多いので、まあ、大きな意味で捉えてファッションの中の一部というふうに伝統工芸を位置づけた。でその後ですね、まあ、先ほど申し上げましたように平成21年6月にユネスコに登録されたことを受けて、まあ、平成23年の4月に、今からちょうど4年ぐらい前ですけども、ここのビルも、まあ、その時にできたビルなんですが、そこの一角に入居することになりまして、まあ、ちょうど金沢市内の中心地ですけども、はい、金沢クラフトビジネス創造機構というのができたと。ファッションと絡めていたんですね、最初すごいびっくりしました。そうですね、でも確かにこう私たち若者からするとファッションと絡めていただけると最初にこう取っかかりやすいなと思うんですけど、でもこう伝統工芸って言ったらこう地元で何か行われているものというイメージが強いんですけれども、ビジネス支援をしなければならなかった理由とか何かありますか。バブル崩壊後、まあ、伝統工芸に関わらずですね、いろんな産業が、まあ、景気が低迷して、産業がなかなか景気が良くならない、消費が回復しないというところで、伝統工芸もご多分に漏れずこう右肩下がりの売り上げで、職人さんなんかも仕事があって初めて成り立つんですけども、売れないイコール、まあ、廃業せざるを得ない、転職しなきゃならないということが石川県内の中にも
数件見受けられました。でこれはあの時代の流れとかこともありますけども、まあ、行政としてどこ支援していくかと、あの伝統として築かれた産地であったりとか技術であったりとか職人であったりっていうところをあのやっぱりそこも支援して、行かなきゃならないっていうのが行政の一つの役割なので、はい、まあ、売り上げが伸びない伝統工芸のそういったところをビジネス化を図っていこうと、まあ、ちょうど昨年の10月に30日に銀座の方に、はい、まあ、金沢市の情報発信拠点として銀座の金沢というものを開設しました。まあ、これは加賀料理とですね、はい、伝統工芸をそこで、まあ、加賀料理を食べていただきながら、まあ、もちろんそこで使っている器もあの地元の作家さんが作った器を使って料理を食べていただいて、まあ、あのお店の前の方がギャラリーになってますので、そこで伝統工芸が展示してあるものを見ていただくと、まあ、買っていただくと、でこういうものを開設できたので、まあ、地元の作家さんにとっては販売のチャンネルがあの東京で持てる、なおかつ銀座という、まあ、あのたくさん世界の方も見えられるそういう場でですね、あの販売できる、もしくはまあ見てもらえるということは今まで全然なかったの、そういう施設が設けられたっていうことは作り手さんにとってもモチベーションが上がりますし、でここでやっぱり売れる売れないっていうのが出てくるんですね。で 売れなかったからダメではなくて、あの売れないっていうのは、まあ、たまたまっていうこともあるかもわからないですけど、作り手さんが売れなかったことをどういうふうに感じて、じゃあ次こうやったの、あのリベンジしてもらうっていうことですかね。で今こう北陸新幹線が開業して、はい、こうネットだけじゃなくて実際に足を運ぶことも結構容易になったと思うんですけど、それによってこう工芸品に何かこう変わった動きはありましたか？5月のゴールデンウィークの時にもたくさんの方がこの金沢にも来られました、はい、銀座の金沢の方でも、まあ、それを PR が目的だったので銀座の方にもたくさんお越しいただきましたし、そういった意味で相乗効果はありますと同時に、金沢市内の中に売り場がやっぱりいっぱい増えているわけなんですよ。それではまあそんなに伝統工芸の作り手さんっていうのは大量生産しているわけじゃないので、はい、あの注文が今いっぱい入ってるっていうのは事実です。今後どのような展開をしていきたいというものはありますか？あの最終的にはやっぱり、売れるもの、やっぱりどんなものでも伝統工芸品だから売れないじゃなくて、売れるものを目指して、まあ、改良するなり新しいものを作るなりということ作業を、まあ、あの伝統工芸の人だからこそやっていただきたいなというふうに思いますね。なるほど、ありがとうございました。さあ次はと言いたいところですが、実はネタがつきました。沢上さん、草刈さん、今一体何してるんですかね。ちょっと連絡してみたいと思います。気づきは大丈夫、繋がるかな。もし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 、あ、はいはい、始まりました。もしもし、あの今どこで何してるんですか？誰？いや、マセです、マセ。ああ、はい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 、今、北進軍で。北進軍、うん、あの私今、金沢にいるんですけれど。ああ、そうなんだ、ちょっとね、今ね、忙しいところだから、また、またね。いやいやいや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。金沢切られた、ちょっと待ってください、もう一回かけてみたいと思います。なんだっけ、観光、まあ、観光もそうですし、気づきを与えるのもそうです。あの二人が案内人なの。そうだね、うん、だからさっき言った薬を、例えばこれ使ってて、何回も使ってるけど、あなたもしかしたらこっちの方があるんじゃないですか、うん、とかっていうのは多分そういう話なんですね、うん、コンサルじゃなくて、まあ、今のさ、薬剤師っていうのはさ、履歴を取ってさ、なんとか手帳みたいな、何じゃん、薬手帳。ああ、ありますね、ありますね。あれと同じのかな、うん、もしもし、なんで切ったんですか？二人が交差点の案内人なんだからちゃんと来てくださいよ。案内人なのに何で来ないの？なんか金沢でやったんだって。あ、来てくださいよ。もう私もネタがつきました。ネタつきた、今草刈りも一緒にいるんだよ、北進軍。だから二人とも来てください。二人が案内人なんですよ。
前向きに検討するね。ぜひ前向きにお願いします、ね、前処いたします。よろしくお願いします。時間できたら行くね。じゃあはい、お待ちしてますからね、うん、本当に前向きにね、はい、お願いしますよ。はいはいはい、お待ちしてます。はいはい、さあお見苦しいところをお見せしました、すみません。しかし来てくれるそうなので、ようやく沢上さんたちと合流できます。交差点金沢もいよいよ佳境。次回もお楽しみに。